大谷翔平、存在感が限界突破する。ネビン監督は、このチームには多くの若手がいる。シャヌエルがホームランを打った時、翔平とハイファイブをしていた。私を含めて、サイレントトリートメントをしていたけどね。そういうことだって、彼ら、若手にとっては大きなことだ。パリスが大飛球を打った時も、大谷が声をかけた。監督やコーチより、大谷が言う方が響く。本当にそうだ。だから、彼ら、若手にとっては、大事な存在だと語った。前にトラウトが、もしチームから大谷が去ったら？という質問に対して、全く、雰囲気の違うチームになるだろう。的な、発言をしていたことを思い出した。その言葉通り、大谷がベンチにいるだけで、ベンチも球場の雰囲気が変わった。若手に声をかけるのは本当に記事の通りだし、ベテランや一見とっつきづらそうな、トルーリーやアンダーソンともよく話している。今日大谷さんがベンチにいる姿から、昨日までのなんか暗い雰囲気が一変したのが感じられた。ベンチにいる選手たちも笑顔多くて、やはりそれだけの存在の選手なんだと改めて思った。ありがとう翔平選手。あなたなら大丈夫信じています。世界中の人が大谷さんを心配し応援している気がする。大谷さんには幸せでいてもらいたい。WBC から数多くの感動をありがとうございます。体をゆっくり休ませてください。まだまだ先があるから、みんな応援してるよ。本当にお疲れ様でした。そしてたくさんの感動をありがとう。このチャンネルでは、大谷選手の動画を中心に毎日更新中です。毎日更新頑張るので、よかったらチャンネル登録だけお願いします。